UEFAU-21 欧州選手権2017は第21回目の UEFAU-21 欧州選手権である。本大会は2017年6月16日から6月30日にかけてポーランドで開催された。なお、今大会はオリンピックの予選を兼ねていない。2015年1月26日に スイスのニオンで開催された UEFA 執行委員会の会合において本大会をポーランドで開催することが決定された。また本大会の出場チーム数が8チームから12チームに拡大された。なお本大会においては誕生日が1994年1月1日以降の選手が参加することができる。試合会場は以下の会場が使用される。 各組1位と2位の中で最も成績の良い1チームが準決勝に進出する。試合開始時間はすべて現地時間組み合わせ抽選会は2016年12月1日にポーランドで開催された。各グループで勝ち点が同点のチームが2つ以上ある場合は以下の順に比較して順位を決定する。当該チーム同士の対戦における 獲得ポイントの多少当該チーム同士の対戦における特殊点差当該チーム同士の対戦におけるゴール数の多少1、3を適用後においても2チーム以上に差がつかない場合はそれらチームに1、3を適用して再度比較するそれでも決着しない場合は5以下へ進む当該チームの全試合における特殊点差当該チームの全試合における ゴール数の多少比較対象が2チームのみで、かつ、グループリーグ最終戦で、なお差がつかない場合、PK 戦を行う警告及び退場処分になった、回数をポイント化し、ポイントの少ない方を上位とする、当該チームの、本大会組み合わせ抽選会時点での UEFA、ランキングポイントの、比較スウェーデン V イングランドポーランド V スロバキア、スロバキア V イングランドポーランド V スウェーデン、 イングランド V ポーランドスロバキア V スウェーデンポルトガル V セルビアスペイン V マケドニアセルビア V マケドニアポルトガル V スペインマケドニア V ポルトガルセルビア V スペインドイツ V チェコデンマーク V イタリアチェコ V イタリアドイツ V デンマークイタリア V ドイツチェコ V デンマークイングランド V ドイツスペイン V イタリアドイツ V スペイン最終結果各表彰は以下の通り UEFA.com 大会ページ ありがとうございます。